いい感じで光が当たって寒い。今日はあれですね。サード、フルアルバム、主歌沿線の、PV 撮影ですね。寒い。あほか。ですね。あれですよ。あったかそうな格好ですけれどもね。実際今もう2月なんでね、クソ寒いっていうのと、あとは、そうですね、このあったかそうな衣装をですね、これから春から夏にかけて、まあ4月から9月までですね、着なきゃいけないっていうことでね、きっと風小僧のガンダロリリ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 さん、俺トイレ探しとるじゃんね。知らん？トイレ、トイレ行きたいだよ。ビジュアル系もトイレ行くじゃんね。どこやねんトイレ。トイレ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 。皆さん見つけました、九条さん、ついにトイレを。俺あれあれででんトイレです。九条さん、ついにトイレ行ってきます。男子目みたい。あ、そう。こんなね、男子弁に案内してくれるビジュアル系バンドマンいないっすよ。本邦初公開、男子弁はこうなっている。あれ、ドアノブがない。開きました。トイレです。これがトイレ。トイレです。トイレ。男子弁はこうなってるんですね。男子弁にいる九条さん。ね、あんまり、イメージとかもね、大事だと思うんでね。なんだあれだ。トイレシーンはカットでお願いします。九条さん、無事トイレ完了。 PV 撮影、明日の撮影もあるのかな。今日は始まると思うんでね、戻らないと怒られちゃうんでね。あんま怒られるのは僕得意ではないので。これあれか、撮影のための機材ですね。なんかアックスとかのライブ DVD とかでもちょいちょい見る。クレーン、多分先っちょのところにビデオカメラとかつけて上空からの撮影とかするんですけど、なんかね、なんか一人で寂しくドラムセッティングしてるうちのドラムのね、純二先生がいらっしゃいますよ。どうすか、準備まだかかりそうすか。全然かかるね。かかる。あとどんぐらい。2時間ぐらい。もしかしてそれ九条さんたち待ち。うん、そう。あ、そうですか、わかりましたね。いやでもこれ結構合うね、外に。外にはまるね。青空の色やんこれ。いいでしょ。うん、いやなんか思ってたより良かった。ドラっぽいでしょ。ちょっと順次さ、ドラムセット持ってくるっていう時さ、ちょっとめんどくせえなと思ったけど、持ってきて正解だよこれ。いやこれは使うべきでしょ。これ使うべきだね。いやテンション上がるわ。いいよいいよいいよね。あとで叩かして大空の下で。いいよ。交互期待、九条さんのドラムテクニック。いらっしゃい。あ、触らないでください。そう、これがね、傑作のよしこで、これね、これね、ケンタ。ヨシコとケンタ、セットで2000円。いかがでしょう？あれ？
誰も反応してくれないし。ちょっと、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 まあ、この、ここから先は入れませんのみが、カコンカコンって反応してくれたのみっていう、まだ気温同様寒い結果に終わりましたとさ。あ、行かないで、行かないで、行かないで。日がねえよ、日が。あ、これもうちょっと頑張って食ったらあったまるんだ。何でますか。マスさん。無理しすぎじゃねそれ。はい、行こう。あれね、実際にね、あんなことをやる人に見たことがない、あいつだよ、あいつ。あいつさ、昔一人でバーに行ってさ、一人でね、あのバーテンとね、話しながらね、酒を飲んだって言っててね、何しに行ったのって言ったら、なんか、いや大人の世界を味わってみたかったとかね、わけのわからんことを。あれ、今回の衣装のコンセプトは痛いよ。これ何コンセプト、これ、うん、冬あ、そうだね、うん、そうだね、でもじゃあアイディア、980円、言うなね、値段言うな。しかも2枚、ドンキで買ったとか言うな。980円、ドンキでマヒロと買いに行ったとか言うな。2枚来てた。980円だったからね。なんで2枚も来てんの。いやいや、これね、2枚ね、どやべえんだよ、これ。ていうか、薄っ。ペランペラン。980円だからね。あ、そうだ。あ、日曜日の少年野球のコーチしに来てるおじさんみたいな。違うしな。じゃあ、だってさ、これな、僕のイメージだと、なんかグラビアとかさ、なんかアイドル系の人は、なんかこういう、なんか撮影の合間は、なんかあの、こういうのを着て、ちょっとなんか、身長するって。そういうイメージ、そういうイメージ。なんか結構なんか業界人イメージ。俺、それ、俺露出鏡しか知らん。違う違う、読んでやるパーって。それじゃなくて、うん、だってなんかさ、これ照明なもん。いやいやいや、ってお前、いや、あったかいよ、毛布。じゃあ、だって着れないもん、衣装的に着れないんだ。着れます、着れない、着れます、着れます、着れる、着れる。ちょっと、なんか僕の、なんか僕のものいっぱい入ってるから、おっさん。いや、なんとか切れた、なんとか切れた。ほらね、切るまでにもうすごい、結構匂いじゃなくて、俺のこのジャージは今か上下で先生やから。何年着てんだよ。1980円を。あれや、ジーンズメイトっていうね、高級ブランドいつ買ったんそれ。あ、もう、マリオくん、まさかこの980円の。おい、これはしかも2枚来てるから。あ、じゃあマヒロも、あれだ、1960円のとこだ。そう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 。一緒に帰ったじゃんね。僕らあの価値の低いとこです。あ、でもさ、あれじゃない、2枚で様になってるじゃん。うん、ヒヨリン1枚で様になってたから。ヒヨリン980円のとこだ。なるほどね、壁を越えられなかった。だから2枚着たら似合うかもしれんし。2枚着ると多分未確保だよ。マジで撮影待機のアーティストって感じするもん。お、するね。え、僕見てもするでしょ。なんで笑うねん。よくわかんないやつ。だから黒はね、閉まって見えるからいいんだけどさ。だけどそれ、あのね、んとりあえず、なんだろう、その白じゃないけど、膨張色だからね。で、なんかこのね、わざとボタンをかけ違えてちょっと笑いを取ろうとしてる感じ。違う違う、わざとわざとじゃなかった。こういうところで努力してる姿がなんかまた見せるじゃん。竹山さんだもんね、この見てる人はね、少しでも楽しませようっていうね。竹山さんの気遣い、みんなこの竹山さんの気遣いを気づいてあげて。
竹山さんみんなのために必死なんだよ。小さい小さいところからコツ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 と笑いを取ろうと一生懸命だからさ。今触れてもらってようやく。そう、やっと竹山さんの努力がね、まあ、実った感じだからね。今日はあったかいね、すごく。今欲しい。ね、うん。そうだね。真冬の試合、ね、撮影じゃない。もうやめろよ、お前余計なことすんの。で、これでぬくぬくしてると撮影の時に泣きを見るよ。いや、いいよ。僕は一瞬でも暖かくすごい。こういう感じだったら俺の知ってる90分。ダメ。寒い。寒い。頑張って動いてるのに寒い。やったことある？いや、俺は無理。せーの。ダセッ。はい、OK でーす。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。お、いい感じですね。なんかちょっと思ってたのと違います。あれ、びっくりしないですよ全然。あ、じゃあ、あのもう一回やろう、もう一回やろう。もう一回やろう、もう一回やろう。三、二、一。うわあ！みたいな。なんで？強く、強く。いいね、演技派だね。お疲れ様です。お疲れ様。お疲れ様。お疲れチャンス。寒い。寒いね。今も日陰だし。あのね、ぶっちゃけあの時間との戦いでしたね、これね。あの順次だけ行く。ごめん。もう一回行くそうです。ジュジュジュ。やりましょう。あのね、やり直しじゃないの。俺だけ特別。はい、順次やり直し。泣きの一回ね。順次頑張れ。お疲れ。こいつらの日帰り、日帰り。もう一回やるぜ。うん。ハムカツうめ。竹政的には、ね、竹政はね、このね、バームロールがね、当たりらしいけどね。それ好き。はい、竹政くんにバームロールの差し入れをね、ぜひ皆さん、たくさんあげてください。お願いします。まあ、仕込みから、現在12時間。まあ、開始から、ね、12時間経ったところですけれども、まだまだ続きそうです。はい、頑張ります。あ、なんか今日の撮影はすごく久しぶりっていうわけでもないのかな。いや、久しぶりだな。なんか寒いけれどもこうのびのびとやれてるのが楽しくて、このままな感じでね、終始元気なままで終われたかなと思います。まあ、5時間も頑張ります。いただきます。このね、僕ね、ブルボンのね、バームクーヘンに目がなくてね、まああの自分で買ったりはしないのか、食べなくて。帰れ。帰れ帰れ。普通に食べようとしたら食べれなかった。そうそう、これが好きなんですけどね。まああのね、みんなの前で食べれないっていうのがね、キャラ設定上ちょっと残念で申し訳ない。中村さん早く食えよ。やべえ、中村さん早く食えよ。俺がいるのレアだろ。まあ確かに、だいたいね、僕と真宙がね、ブータレだからね。でもまるで俺たちがすげえサボってるから。印象悪いよ、これ。これ裏もできるの？ん？これ裏もできるの？いや、そういうこと？裏返しです。あれ？なんかおかしい。なんか聞き方が。あ、なんか、あ、なんかおかしい、なんか、うん、なんかおかしい。さすが、カメラのことを考える男は違う。東北の方にさ、なんかいそうな男。よいしょ。
硬いもんだと思った思った中に私でいた中でじゃあこの辺にあのことあるのかことで、ね、そうそう、手が足になっちゃったよ。どうです？どうです？皆様、何か思いました？これがより劇的です。